どうも皆さん、おはようございます。ドラゴン講師の片平でございます。おはようございます。今日は朝早くから撮影しております。この時間からムーディメンツをやろうとする人がですね、全国にはおそらく僕のカウントですと8500人ぐらい1500人ぐらいの人が今僕と同時にルーディメンツの練習をしています。ただチーズパタクラフラの練習をしている人は多分ね13 今日はですね、チーズパタフラフラの最終回をお届けします。5月いっぱいかけてやってきたこれがね、どれだけできるようになったかと。ちなみに前回は4分音符90ぐらいで両方右手左手リードともに苦しかったので、今日はまあ90は超えて100ぐらいまでいけたらいいかなと勝手ながら思っています。それでは全国の8500人、そしてチーズパタフラフラをやってる10、じゃあまず90からいきます。90右手リードです。朝1でこれだけ動けば十分。左手、この期間はですね、左手リードに重きを置いてだいぶ練習してきましたので、今日は結構なとこまでいけると思いますよ。95いきましょう。右手リード、よし、左手リード、あれ、よし、100いきます。右手リード、左手リード、はい、ということで一つ目標にしてた100はクリアできました。じゃあここからはどこまでいけるのかということをチャレンジします。105です。あれ、右手リードいけましたね。105の左いけるかな。105の左手リード、ということで105の左手リードはうまく、まあそれっぽくはできてるんですけど、高いクオリティではできなかったのでダメです。ダメです。自分に厳しく、人に優しく、ダメです。今月1ヶ月かけてやってきましたチーズパタフラフラなんですけれども、とりあえず右手リード左手リードともに、まあ、100、4分音符100に対する16分音符の音化でクリアというところまでまあいけました。これが早いのかどうかは分かりません。全国でやっている他の今月のハイブリッドルーディメンツチャレンジはこれで終了で、来月また新しいやつをやります。ハイブリッドルーディメンツも一個一個できるようにして、でいずれ楽器の方でアレンジしていきたいなと思います。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。